ご存知のように私たちの町わらびは成人式発祥の地として知られています。そして今年も成人の日に72回目となる成年式が市民会館で盛大に開かれ、新成人の皆さんが晴れの日を迎えました。そこで今回の特集では、未来へ羽ばたけ新成人と題し、自覚と責任ある大人としての第一歩を踏み出そうとする20歳の若者たちの姿をご覧いただきたいと思います。さて、今では全国に広がっている成人式ですが、なぜわらびでは成年式と呼んでいるのでしょうか。その理由を知るには成年式の歴史を紐解く必要があります。終戦翌年の昭和21年、戦争で疲弊した若者たちを元気づけ、未来への希望を取り戻してほしいと、当時のわらび町青年団の呼びかけで第1回青年祭が開かれました。11月22日から3日間にわたり、現在の北小学校であるわらび第一国民学校で町を挙げて行われたこの一大イベントの最初のプログラムが、20歳の男女を集めて行われた1回目の成年式だったのです。当時は成年式の式典後には若者たちが中心となって文化展や農産物の品評会などを開催したほか、福音相談や物資交換会など、戦後間もない当時の世相を感じさせるさまざまな催しが行われました。こうしてわらびで産声を上げた成年式も、時代が移り変わるにつれて徐々に様変わりをしていきます。しかし、20歳の節目を迎えた若者たちを励まし、希望を持って大人への第一歩を踏み出してほしいという願いはいつの時代も変わりません。わらびで始まったこの成年式は、県や国からも大きな関心が寄せられ、昭和23年、成人の日が国民の祝日として制定されました。こうして今では全国で行われている成人式ですが、その発祥の地であるわらびでは1回目の青年たちの思いを引き継ぎ、今も成年式という名称で開催しています。1月8日の成年式当日は、男性253人、女性227人の合わせて480人の新成人の皆さんが会場の市民会館に集まりました。例年、わらびの成年式は新成人で組織する実行委員が企画運営を行っています。今年も出席者の皆さんの思い出に残る式典にしようと、13人の有志が名乗りを上げ、昨年10月から準備を進めてきました。こうして迎えた成年式当日、開会を目前に控え、舞台裏の実行委員の皆さんは入念に最終チェックを行っています。いよいよ開会です。この度は成年式を開催していただき、関係者の皆様、ご来賓の皆様に新成人を代表して感謝申し上げます。わらびにいたからこそ出会えた地域の方々、恩師、そしてかけがえのない仲間と過ごした日々や、たくさんの感謝を思い出しながら今日という日を楽しみましょう。それではこれから第72回わらび市成年式を開式いたします。
国家蕨鹿の斉唱に続き、青年式の主催者を代表して頼高秀夫蕨市長からお祝いと激励の挨拶、そして来賓の皆様からご祝辞をいただきました。青年式発祥の地蕨で二十歳という人生の大切な節目を迎えた、そのことを誇りに、そしてここ蕨で出会った仲間を大切に、これからも自分自身の人生の主人公として、またこれからの社会を作り上げていくその主人公として、より充実した人生を歩むことを心から期待をしております。蕨市の次の世代を担う皆さんが心身ともに健やかに成長され、成人となられたことを心からお喜び申し上げます。今日これからは自分の人生は自分の力で切り開いていくんだと、ぜひともそういう決意をこの式典の場で頭の片隅でも記憶に留めておいていただきたいと思います。これからいろんなことに気づきながら、無限の可能性に向かって急がず休まず一歩一歩進んでいってください。皆さんを応援しています。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。続いて行われたのは、新成人がこれからの決意や抱負を語る青年の主張です。大人への第一歩を踏み出した私たちに大切なことは自立と責任感だと私は考えています。ですが、すぐに責任感のある大人になれと言ってもそう簡単になれるわけではありません。私は一日一日を無駄にせず、小さなことをコツコツと積み重ねていくことが大切だと思いました。まだまだ未熟な私たちが壁にぶつかることは山ほどあるのでしょう。しかし、先の長い私たちの人生にはそれ以上の幸せがきっとあるはずです。幸福に満ちた素敵な道に進んでいきたいと強く思います。以上を青年の主張とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。また式典では、中村泰蔵さん作詞の決意が蕨フィルハーモニックウィンズの演奏と蕨男性合唱団の合唱で披露されました。実行委員による二十歳の誓いが披露されました。本日は私たちのためにこのように盛大な式典で新成人としての門出をお祝いいただき、誠にありがとうございました。頼高市長さんをはじめご来賓の皆様から温かで意義深いご祝辞をいただきました。これからはこのご祝辞を胸に、新成人としての責任を果たし、青年式発祥の地に住むことを誇りとして、社会に貢献していくことをここに誓います。平成31年1月8日代表加納翔馬、荻原由紀奈、式典の終わりには、今年新成人となった皆さんが中学生だった当時お世話になった先生方から温かいお祝いの言葉がかけられました。
この後はいろいろと仕事をしたりだとか、社会に出て、いろいろな経験をすると思いますが、しっかりと働いて、社会に貢献できるような大人になってもらいたいと願っています。日中ではみんなと3年間、共に歩んできて、先生は一つの、この仕事をしていく上での基準を作れたかな。それくらい、内容の濃い3年間をみんなと過ごすことができました。この基準があるからこそ、その後いろんなことがあった時にブレずに物事を進めることができているんだな。改めてみんなに、感謝の気持ちでいっぱいです。大人になった姿が見えたことすごく嬉しく思ってます。この先も夢に向かって心温かな大人として頑張ってください。本日はおめでとうございました。懐かしい恩師の登場に会場からも歓声が上がります。こうしてわらびの青年式は終始穏やかな雰囲気で幕を下ろしました。式典後にはわらび市青少年団体の皆さんによる20歳の集いが開かれました。新成人の皆さんはお茶会やお囃子などを楽しみながら旧友たちとの会話に花を咲かせていました。最後に今回参加した新成人の方々にこれからの抱負などを聞きました。二十歳になったのでしっかりと責任を持った行動をして、今後の人生に生かしていきたいと思います。はい。二十歳になったので、親とかにの感謝を忘れずに頑張りたいと思います。はい。二十歳になったんで、これからどんどん自立していこうかなと思います。はい。20歳になったんで、今まで支えてもらった側として、少しはみんなに恩を返せるような人間になりたいなと思います。ありがとうございます。私は社会人として今頑張ってるので、もっと仕事を覚えられるように頑張りたいと思います。それぞれの思いを胸にこの日を迎えた皆さん、成人おめでとうございます。そしてこの歴史と伝統ある青年式をきっかけに勇気と希望を持って社会に大きく羽ばたいてください。